わかりました。ではまた来週。あいや、今週の金曜日です。ん終業式が来週じゃなかったっけそうですが、その前に卒業式がありますので、ん<え>終業式と卒業式が別々なんですかえ,え、もちろんです。なぜですかん<え>なぜですか いやですから同じ日にやった方があ,あと離任式が再来週になりますので離任式学校を離れてしまう先生たちのための式です生徒がその先生たちに会える最後の日です、うん、生徒たちが別れの挨拶を卒業式の時にしないんですかしますでその後もう一回学校に来てまた先生たちと会うんですかそうですですからまとめてやりましょうよ 卒業式も離任式も学校離れて死う人たちのための式じゃないですか。だったら卒業式兼離任式といって、卒業式って 認識一緒にやって、もっと豪華なものにすればいいじゃないですか。そしたらもう一回式を開いて、こう、また最初から初めの言葉を言ったり、卒業式、兼利認識。まあ、あくまでも提案です。こう、ちょっと重なってるのかなと思っただけです。わかりました。んと、じゃあ、教育委員会に言ってみますね。あ、ちなみに入学式のこと聞きましたかんあ、聞きました。4月5日ですよね。4月6日です。あ、そっか、6日か。ええ、五日は始業式です。ああ、なるほど。 ん始業式